この動画をご覧いただきありがとうございます。ランナントの木村誠です。この度ランニングの成功法則9割のランナーが知らない痛みと悩みの最速解決法という本を出版させていただきました。この本は今走っていて足が痛いというランナー、もしくは痛めたくないというランナー、マラソン後半失速してしまう、自己ベストがどうしても達成できないという方、もっといいランニングフォームで走りたいけどそれができない、何をすればいいのかわからない、そういった方のために書きました。もしくはこれからランニングを始めてみようかな、でも前足痛くてやめちゃったしな、まあ、そういったランニング初心者の方のためにもとっても分かりやすく書いた本になっています。世の中にはたくさんのランニング本があるんですけれども、この本はそれらとは全然違う内容になっています。簡単に言うと、その今あなたが抱えている痛みや悩みが、なんで今痛いんですか、なんで悩みがあるんですかっていうのを徹底的に掘り下げて分かりやすく解説した本になっています。そしてそれの解決法として画期的な、誰もに当てはまる最大公約数ともいえる法則をお伝えしている本ですね。いろんなメソッドはあるんですが、本ですのでお会いできません。ですのであなたでも誰でも当てはまる法則といえるものだけをピックアップして書いた本になっています。なんでこの本を書いたかといいますと、私はもしあなたに直接お会いできるんであれば、今あなたが抱えているランニングの悩み、足の悩みを日本中の誰よりも最速で解決する自信があります。でもお会いすることが全てであれば、お会いできない方には貢献ができません。ですのでもしお会いすることが叶わなくても、あなたに少しでも解決のための貢献ができることはないかなと思って、その手段が本をお届けすることだということで書かせていただきました。ではなぜ私がそんな日本一あなたのお役に立てると断言できるのかというと、それだけの自信があるのは確信すべき、証拠があります。今この動画を撮っているこの場所、ここは私が運営しているランナーと足の治療院駒沢公園という店舗なんですけれども、ここはランナーのためのトータルサポート施設です。オープンから2年間でこの場所に39都道府県全国7カ国から1000名以上の方、今現時点で1076名の方がこの場所に実際にお越しになりました。全員足が痛くてランナーの方です。足が痛いランナーが少なくとも1000人この場所に実際にお越しになって、私と私の仲間が最速の解決法を提供し、目標達成をサポートしています。全国的にそのような院は、おそらく私の知る限りないと思いますが、世界的にもかなり珍しいと思います。そして私の目の前で本書で提供しているメソッドを使って、最速の解決をしていった結果、本当に喜びの声、本当にありがとうございます、治りました、痛くないです、自己ベスト出せました、本当にありがとうございますという声がもう何百名の方から実際にいただいているんですね、目の前で。ですのでその中から、その私たちだけじゃない、その方だけじゃない、1000人の方から見えてくる法則を使えば、
もしお会いできてないあなたでも解決に導けるという確信があるので自信があるとお伝えします。実際、ここに来るためにはですね、初回ここにいらっしゃった多くの方が、お会計の際にインストールも含めて2万円以上のお金を私たちにお支払いいただいて、その結果喜んで、本当に来てよかったです、ありがとうございます、どこに行っても治らなかったのにここに来たら本当に希望が見えました、本当にありがとうございますっていう形でお帰りになります。そして次に来た時に、もう痛くないです先生、自己ベスト30分更新しました、こういった声をよくいただきます。なので少なくとも、1万円から2万円ぐらいいただいてますし、北海道からも沖縄からもいらっしゃる方がおりますので、交通費も含めると本当に3万円5万円かけていらっしゃる方も大変多い。そこでやっていることの凝縮したものをお届けしていると、それを1000円少しでお届けしているというのが本書になります。当然お会いしてやるよりも本の方がお届けできることは少なくなります、限られていきます。しかしそれでもあなたにお役に立てる自信があるんですね。ただもちろんね、お越しいただいた方がいいんですけれども、そうではない時にもお役に立てるんじゃないかなと思っております。で、これは私だけが一人よがりでやっている木村メソッドのようなものではなく、多くのトップアスリート、オリンピックに出場された日本代表選手、そしてプロトップチーム、世界の選手、たくさんのですね、トップアスリートをサポートする本当に一流の専門家とも私たちはチームを組んで実際に、事業を運営しています。個人で何かやってるわけではないんです。たくさんの、私よりもたくさんのご経験、たくさんの信頼を得ている各界の皆様と一緒に、メソッドをね、法則とは何かを考えた結果、うん、それは絶対そうだよと、これは絶対たくさんの人に届けた方がいい、より多くの人に届けるべき、全ランナーに届けるべきだと言えるものだけを書いております。ですので自信を持ってお届けできるんですね。なので、決して僕の個人的な意見ではなくて、よく考えたらそうだよなということしか書いてないです。ただし徹底的に掘り下げているので、そこまでやっている人っていうのが日本中にほとんどいないのではないでしょうか。まあ、そういった内容がぎゅっと詰まれている、詰め込まれているのがこの本になります。で、まあ、そういった理屈はいいよ、何すればいい、いいかだけ教えてくれって人もねいると思いますんで、そんな方にはストレッチの方法、トレーニングの方法、ドリルの方法、ね、すべてまずこれだけやればバッチリというね、凝縮して本の中にも書いてあります。ただ本なので、やはりこうしてお伝えする詳細な部分もやっぱりお届けできないんですね。どうしても固定化した文章と絵になってしまう。ですのでこの動画をご覧いただいたあなたには、キャンペーン中だけ特別な動画をプレゼントしています。キャンペーン中だけです。これは他のどこにも公表していない非公開の動画です。まあ、どんなものかというと、まず本の中で17個のエクササイズが紹介されているんですが、この17個のストレッチやトレーニング、ドリルなどの詳細な解説動画ですね。まあ、こういった形で動画で、こういう場合はこうだよ、こういう場合はこうだよっていう形で、まあ、本でね、語りきれない部分も合わせて紹介しています。まあ、これ17個、それぞれね、個別で数分程度で見れるように見やすく編集いたしますので、まあ、それ17個見れます。本で、本のね、本見るだけじゃ分かんないことあるじゃないですか。それをしっかりと動画でお届けするというのが、この期間中だけの特典です。そして、僕らの思いとしては、この本をより多くの人に届けたいというのが本当に本音で、例えばあなたのランニング友達、もしくはお子さん、もしくは通っている治療院の先生、
学校の指導者、家族にも走っている方をサポートしている方がいれば、本当に目から鱗の情報だと思いますので、プレゼントしていただけたら本当に嬉しいんです。ですので、そういったこともぜひしたいと思っていただける方、つまり自分の分だけじゃなくて、友達の分も2冊3冊5冊10冊買おうとしてくれた方にはさらなる特典があります。それは2冊目買っていただいた方には、この1冊目の動画はもちろんのこと、プラスアルファとして本には書いてない、もう都合上これもういっぱいありすぎて削除しなきゃって言った、より上級のエクササイズだったり、これも知っといた方が絶対いいっていうエクササイズ、ストレッチ、トレーニングがあと17個あります。こっち本で解説する17個、それ以外に17個あるんですね。それを2冊以上で2冊ご購入いただいた方にはお届けします。これも全て新しく取り直した非公開のものです。現在最新のものをお届けします。そして3冊目ご購入の方、5冊目ご購入の方、10冊目ご購入の方という形で、キャンペーンのサイトに詳細がありますので、さらにね、特典が手厚くなっておりますので、ぜひ他のご友人にもご紹介いただければ本当に著者として嬉しく思います。私は人生かけて、あなたのような悩みが抱えている方でも挑戦している方のお役に立つということを全力でやっております。そのために他のどこではなくて私のもとに来ていただければ、それはもう他のどこに行くよりも絶対いいという状態を目指してきました。もしかしたら、もちろん私よりもあなたにもお役に立てる人がいるかもしれませんが、少なくとも全力で本気であなたのお役に立とうと人生かけて努力してきたことは間違いないです。そしてその結果、この本の推薦のいただいている各界の一流の方々、そして多くの専門家の方々から信頼も得てきました。ですので、そのね、凝縮したものをぜひね、本書で確認いただいて実践いただければと思います。具体的な成功法則としては、物体プランの法則、行動変容の法則と、今2つの法則をメインでお届けして、その法則に基づいた実際にやるべきアクション、これもご紹介しています。ですので、ぜひね、これからの最高のランニング人生を過ごすために、この本ではランニングの成功と呼んでますけれども、ランニング人生を最高に楽しみきるためにですね、本書を活用いただければと思います。はい、それではいつかあなたとお会いできる時には、ね、声をかけていただければと思います。ぜひランニングの成功法則手に取ってご覧いただければと思います。この動画をご覧いただきありがとうございました。